超筋肉再生、超収益型、収益力高いような会社にしていけると、マーケット自体を拡大させることが将来的な利益の大きな利益につながると思ってるんで、伊藤さんの後半の方でですね、ちょうど半期終えられて開示資料にも記載されてはいると思うんですが、今期の話や来期の話や、あとはまあもうちょっとその KPI の話とかですね、はい、ちょっと聞いていきたいと思うんですけど、7月決算で24年の7月の通期の業績予想が新興期ですね、はい、今レンジ開示ですよね、うん、まだちょっとレンジとかなっちゃいますよね、どうしても、ね、そうですね。で、まあ、今期で20億から32億5千万円が、はい、まあ、トップラインですと。で、営業利益でいうと、まあ、1億円から3億円のレンジですというところになっていますが、まあ、これはまあもう大きく伸長してくるという、はい、そんな感じですよね。ファンデミック前の売上の過去最高は22億いかないぐらいだったので、そういう意味では今期の目標のトップラインは30億以上ってところなので、はい、35% 増加ぐらいですかね、うん、上のラインは目標立ててますし、営業利益も1億弱ぐらいだったので、うん、そういう意味ではトップラインの上は3億ってことなんで、営業利益はもう2倍以上というところで、一応今回チャーターのところのどれぐらい売れるかにもよるんですけど、うん、そういうこともあって強気にというか、これぐらいを出せる力があるだろうということで出させてもらった、予約状況って明日行くものの予約が入るわけじゃないじゃないですか、ビジネス的に、はい、うん、まあ、つまり3ヶ月後とか5ヶ月後みたいな感じで、もうなんかその先の従事始まってるんですよね。そうなんですよ。だいたいクルーズって一般の国内旅行とか海外旅行より全然、海外旅行に近いのかな、早いんですけど、だいたい3ヶ月から1年先ぐらいが 50% ぐらいは入ります。半分以上は入ってくるんで、だからこの業界的にもクルーズ業界も先読みは結構売上も利益もしやすいと。そうか、読みやすいんだ。読みやすいので、そういう意味ではすごく分かりやすいというかビジネスなんですけど、逆を言うと間際の1ヶ月前とか、本当に2週間前とかも結構うちすごいお客さんの予約が入ってまして。そうですか、はい、そこはうちの結構強みでもあるんで、半分ぐらいが逆に言うと2ヶ月以内に入ってくるんで、結構そういう意味では6、7月、7月、8月とかは、これから勝負だなっていうでは逆にありますね。もしかしたら本当は前編の最後の話した、この動画見て申し込みあるかもしれないですよね。あ、そうです大大最後の最後まで、最後の最後まで、はい、それいけるのか。そうなんです。今重要視してるのは取扱高ですよね、全体の、はい、取扱高。そうですね、新収益認識でいうと、売上高ってなるんですけど、僕らはまあやっぱり旧基準というか取扱高っていうのはすごくお客さんの人数とか、はいはいはい、やっぱ売上の幅というか、はい、になるので、そこはやっぱり追っていくことで会社の規模感という意味では規模感、そうですね、低くしていきたい。もう明確に資料にも出されてると思うんですけども、はい、重要 KPI を3つ置かれてると思うんですが、はい、それちょっと1つずつ見たいんですけども、はい、1つはベストランクルーズのユーザー数、これ具体的にどういうことですか、はい、そうですね、これはなんか一般的なうちはオンライントラベルエージェントで、まあ、ネットですよね、店舗持ってないので、全部ネットで基本的にその来たお客さんがオンライン予約とかメールとか電話で予約になるので、そこに流入してるお客さんがどれくらい増えるかが問い合わせ数とか売上にもう連動するので、つながるので、確率論というかパーセンテージ見えてるわけですね、はい、分かりやすいかなと思ってますんで、まあ、ユーザー数っていうのと、それに近いのはセッション数っていうところと、あ、2つ目セッション数は、いわゆる PV 数みたいなところですよね、まあ、ユーザー数はチョークしてるお客さんは入れてない、あ、そうか、ユニークユーザー数で、まあ、入れてるっていう、何回も来たお客さんも入ってる。これも、はい、今期過去最高更新してるっていうことは、はい、パイが増えてるんですかね。うちに来るお客さん、クルーズマーケット自体もすごく大きく戻りが来てますし、うちもそのコスタセレナの今回チャータークルーとか、MSC ベリッシマのゴールデンの買い取りみたいなのも積極的に行ってるんで、予約取れるお客さんの在庫の部屋の数あるんで、そういうところもあって、あと広告費もウェブマーケティングで相当、まあ、Google や Yahoo もかけてるんで、それが効果が出てしっかり反応が出て、パンデミック前を大きく超えてるっていう状況、足元は続いてるので、今後続けていけるかなと思います、あとは最後コンバージョンする直前の問い合わせ件数推移、はい、これも過去最高、そうですね、もう過去最高ほぼ近くなってます、超えてきてるので、とはいえまだ海外発着っていう、もともと我々の強みだったその海外に1回ヨーロッパとかアメリカとかアジアに行って、海外からクルーズ乗るっていう海外発着クルーズっていうのが、結構うちの僕らの売上の5割ぐらい増えたんですけど、そこはまだ戻りが半分もいってないですよね。それなんでですかね。それお金持ちの人たちですか、はい、比較的にそっちの方お金持ってて時間も余裕ある方なんですけど、ファミリーとか若くても行く方もいたんですよね、はいはい、そういう方がちょっとやっぱ料金が、航空券代金とか、サーチャージとか円安とかあって、外部環境は日本人にとっては海外に行くにはまだまだこれからって感じなので、それの海外旅行に近いんですけど、僕らまだ4割ぐらいかな、戻りかなと思ってるんで、その分がまず減ってるんですけど、それの減ってる分を埋め合わせるでプラスぐらい日本発着のお客さんが来てるっていう、予約とか問い合わせてるっていうのはもう2019年を超えてるっていう、という状況です。まだもう
ちょっとそのより一層国内の発着の今回単独でやられたようなクルーズの予約の方がより伸びる、なんか匂いがしますね。そうですね、そこは大きくまだまだ伸びますし、商品というかもうそういうチャーターあのセレナだけじゃなくて、この横浜発着とか東京発着とか神戸発着といろんな船が今日本にまた来てますんで、船が来れば来るほどマーケットが広がるんで、商品が広がるんで、お客さんそれをブランディングというか広告で広められればマーケットは日本発着がすごく大きく伸びます。かつ海外発着まだ3、4割なんで、そこが 7、8パー戻ると思うんで、戻ってくればさらに割としてはプラスなんで、まだまだあのどっちも日本発着のホームポートも伸びますし、海外のポートでの発着っていうのも伸びるんで、そういう意味では来期再来期っていうのは期待できるかなと思います。初めて今回そのチャレンジされた単独でのものが、もう間もなくあと1ヶ月とか2ヶ月で出航すると思うんですけど、今の時点でどうですか、丸チャーターで全部買い取ってやるっていうのが今まで初めてだったので、そうですね、規模感も今まであの1000名ぐらい一出発日やりますって感じが、一気に5000名6000名やりますって感じなんで、自分たちのだからですね、自分たちです、他の旅行屋さんも結構協力して売ってもらってるんですけど、なので当初すごい正直やりすぎたかなっていうのがあったんですけど、蓋開けてみたらやっぱり金沢着で5年ぶりでみたいなのもありますし、料金も安いし短くいいんですね、行けるってあってすごい反応良くてですね、本当に去年の末ぐらいですごい予約入ってきたんで、手応えって意味ではやっぱめちゃくちゃあるなって思ってるんで、まだちょっと全部埋まってないですけど、これからまだ2ヶ月あるんで、これやっぱり最後僕らとしたらぜひクルーズ乗ってもらいたいんで、やり本日2度目、はい、やり切ろうっていうことですね。ちなみにこれがうまくいくだろうっていうふうにまあ見えてる中で、これ単独で回数増やせれれば、まあその簡単なことじゃないんですけど、簡単に言ってるんですけど、増やせればより従来のオンラインドライブルエージェンシーとしてのいわゆる収益よりも全然変わってきますよね。そうですね、チャータービジネスをやっぱやるいいっていうのは、お客様の拡大が一気にこう数を増やせるっていうのもありますけど、利益もすごい出るっていうのは、なのでリスクを取るってことなんですね。ちゃんと売り切れたらもうそれはすごい、今までのビジネスのその FIT で空いてる部屋を埋めてきますとか、そういうビジネスはやりますけど、伸びてますけど、一気にボリュームを上げられるってことがあるんで、でかつその今は金沢着ですけど、もう一本もう二本増やして、例えばお盆にやりますとかゴールデンウィークやりますとかシルバーウィークやりますみたいなこと、もしできたらもっとお客さん入ると思うんで、そしたらさらにそこは売り上げと利益っていうのは出せると思ってるので、種まきというかあの船会社の関係もあるんで、今回もうチャーターを自分たちだけでやるっていうのをチャレンジしたので、広がってくるかなと思うので、やり方というかビジネスモデルがこれうまく乗り始めたら、だいぶその本当利益率がそもそも変わってきますよね。あもうあの全体の、ね、あのベストアンドットコムの業績の、僕らねあのちょっとありえないんですけど、一応旅行業界立ち位置なんですけど、はい、なんか半ばもう旅行業界の立ち位置じゃないと思ってるんですよ、ビジネスモデルとか粗利率とか利益率が。なので僕個人としては目標はやっぱり 10% の営業利益を出す、売上に対しての取扱いに対しての 10% 出すっていうのが可能じゃないのかなっていうチャレンジをしてるんですよ、なのでちょっとそのリスクもあるんで、売れなかった時の利益逆回転したこともあるんですけど、それもこう慣らしていくとあのノウハウだし、どうやったらどの時期だとどの日程だと売れるかって分かってくるんで、そういう意味ではこの熟練度を増してくるんで、今後はもう本当に旅行業界じゃない利益、メーカーさんみたいな営業利益を出せるような超筋肉サイズ超収益型収益力高いような会社にしていけるというのを持ってますね。第2弾いつ頃ですか？第2弾まだかそうですね、来年もやると思ってますんで、今ちょうど船会社も話してますんで、ああそうですか、来年のどこの出発日というか出発時期でやるかっていうのはこれから 2、3 ヶ月以内ぐらいには目が立ってくるかもしれないですけど、とか、まあ、じゃあ今のところはまあ年に1本、はい、そして徐々に年に2本って言ってもまあそれ何千人規模ですか、ね、あそうです、簡単にできるもんじゃないと思うんですけど、あそうです、はい、まあ、日本でチャーターを自分たちで仕切ってやれるっていう会社は本当にもう数社しかないと思うんで、あそうですか、はい、そのノウハウも含めて体制も含めてですけど、財務的なことも含めて、それはすごくチャンスが来年再来年、まあ、今後ずっと今回を皮切りに続けられるんじゃないかと、なるほどなるほど、ちなみに佐々木さんどうしてもパンデミックを経て、まあ、株価も大きく毀損しましたけど、まあ、これも同時にこれから、はいはい、そうですね、なんか株価やっぱり最終的には売上グロスしっかり伸ばして、しっかりソアラリーを伸ばして、経費をしっかりコントロールできればやっぱり利益が出てくるんで、利益がちゃんと出ればやっぱり今のマーケットでもしっかり評価されて、まだまだ時価総額低いですけど、今後100億200億とかそういうクラスは近いうちにやっていきたいと思ってますし、まあ、我々はその中期経営客ってまだ発表してないんですけど、発表しようかなって話もあったんですけど、私としては売上やっぱり50から100億を2、3年以内にやって、営業利益もやっぱり10億ぐらいをやるっていうのはもう絶対達成したいので、それも遠い将来じゃなくて 2、3 年ぐらいでその目処をつけようと思ってるので、まあ、そのために今期はちょっとあえてちょっとリスクを取ってチャレンジしてるっていうのは中長期的に見ていただいて、中長期ってのはその5年10年じゃなくて 2、3 年後でですね、あのしっかり見据えてやってますので、期待していただければいいかなと思います。これなんかその自然的に戻る部分と、あとはそのやっぱりそのマーケットがいわゆるそのユーザーが増えていくと思うんですよ、これまで
乗ったことないっていう人が1回乗ったら何回も乗り始めるっていう、そのマーケットの拡大と、あとはレストランとコム社で言えば、まあさっきもちょっとお話したと思うんですけど、自社でやっぱり単独でやるってことによって劇的に利益構造を変えていけるっていう、環境的には明るいですね業界の中で、まあ、ちっちゃいですけど、まあ、業界の中では我々のその今の置かれている環境っていうのは、うん、仕入れ面においても船会社の関係性においても顧客お客様の関係性においても立ち位置っていうのはすごく僕らはすごい今作ってきてるんで、うん、相当期待できるかな、まあ、そのいわゆる業界の中でナンバーワンを目指す立ち位置にようやく来たかなと思ってますんで、はいはい、まだまだあの数社はちょっと上はありますけど、うん、競争もしますけどちょっと共存しながらってことも含めてマーケット自体を拡大させることが将来的な利益の大きな利益につながると思ってます。うんうん、すごく立ち位置的にはいいかなと。この記念すべき初の単独クルーズに深野さんも一緒に行くそうですね重要な買い取りしてるクルーズですとか、はいはいはい、ゴールデンウィークの夏とか今回まあ6月ですけど、うん、チャーターに関しては僕はもちろん社長もそうですけど乗ってしっかりこう視察というかいろいろ教えて、うんうん、そうかそうか状況見ないでないですよね、はい、運営のノウハウというかお客さん状況も確認してお客様 の, その船の上での満足度とかそういうものがすごい大事なの で, そうです我々としては OTA ですけど少ししっかり見ていきたいなっていう、うん、乗船はしますんで、うん、ぜひ皆さんあの乗っていただければこれ乗ったら沢さんと会える、うん、いや会える、まあ、会えるかもしれない、まあ、僕はあの歩いてます歩いてます僕ももうちょっと詳しく見てみます個別にまた後からちょっと聞かせてもらえばというふうに思います、はい、いやいやあのお得なんでお得なはい、はい、ありがとうございます、はい、ということですね今日は4年5ヶ月ぶりにベストサンドットコム会長の沢さんにお越しいただきました沢さん今日はありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。